前きっかけで座ってください。お前の。地域応援いいとこ取り。はい。じゃあ舞姫、この舞姫さんがやってるこの舞っていうのが、その一応神様にこの捧げる舞みたいな。そうです。の解釈でいいですか、簡単に。そう。いやそう、かぐら。かぐら、あ、そう、かぐらだ。かぐら舞です。今まさにこれはかぐら舞。かぐら舞。神様にお喜びいただくために私たちが放送している。放送ってあの。放送じゃなくて、奉納の方に掃除演奏の層、ね、すごく映したいんですけど、ちょっと映ってもう本当にあの、もうなんでも、はい小田原神社さんで、東京からお越しになられた先生に教えていただいて、お稽古を2日間、はい、行います。いいとこ取り。
令和6年9月14日の玉浦放出演奏会で、はい、舞をお披露するので、それに向けて、ね、今回初ということで、はい、初めての、はいはい、大丈夫ですか？とてもなんか僕たちがお邪魔していいのかなってぐらいの最初雰囲気のそうですね、いつも の, 中で、ね、うちらのいいとこ取りの調子できちゃっていいのかなって感じでしたけど、先生の言葉がとても本当にお勉強になりました。でもやっぱり見えない部分っていうのがたくさんあるので、取材していただけるとやっぱり頑張ってる子たちも報われるし、はいはい、皆さんにも知っていただけるのかな。そうですよね。これからちょっと今日含め、はい、ちょっと追っかけて行きますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いいとこ取り。脇を締める、もっと肘を張る、もっと外、もっと肘を張る、はい、はい、はい、こんばんはですね、こんばんは、こんばんは、直地さん、今日、今ね、さっき時間これ取りました、7時半過ぎですよ、はい、ご飯もね、さっき出て、はい、いただきました、はい、どうですか、はい、じゃリポートしてください、はい、できないですか、できないんですけど、はい、はい、今日はね、東京から先生招いて、なんですか、修行って言ったのかな、初日で、今日、明日で続きますけど、直地さん、その、舞ってすごく、僕が深いなっつうのもあるんですけど、はい、実はね、親子だっていう。やっぱお母さんに連れてこられてきたんですか？そうです。豊坂の舞という舞をやるときに、はい、あの、私もこう習うタイミングで一緒に娘もどうですかということで教えていただくことになりまして、それがご縁で一緒に神社にお世話になっております。心持ちからいろいろと変われたし、すごいこんな貴重な経験をさせてもらえることっていうのが絶対に本来だろうなって思ってて、本当にありがたいなって思ってます。きっかけは、おばあちゃん家が大田原神社のすぐ下にあって、あの、幼い頃からこうお参りとかよく来てたりしてたの で、うん、で、あと父親が人身会というまた別のいろいろご奉仕していることもあって、そのつながりで巫女をやってみないって声をかけていただいたのが最初です。5月からお稽古されて、今日初めて先生の、うん、教えていただいて、で、うん、なんと地元の高校近くの大田原女子高校のお二人がね、参加されたんですけれども、はい、何年生ですか？1年です。1年生、はい、年生もう一人いるんですけど、うん、もう1年生です。あらららら、いいとこ取り。紙学校でもらわれて、うん、あ、これってもうなかなかない機会なのかなと思う。あと、もともと結構あの神社とか日本のもの結構興味あって、で、会いてみたいなって思って応募していました。将来のことにはもう、まあ、関係しないかもしれないんですけど、いろんな経験を積んどいた方がいいのかなっていうのと、ちょっと昔の文化が結構好きだったりするので、それで押しました。聞きました、ちょっと昔のって言ったり、だって今令和のあれですからねハイテク時代の、そうね、実際ね、そうね、そう、今日前の練習をしてみて今までもなんか同じ動きなんやってきたんですけど、細かいその親骨の向きとかそういうのを今日教えてもらって、あ、こんなに細かいんだなって思いました。なおちゃん、親骨ってどこだと分かる？真ん中なのかしら親骨、あ、じゃあ説明しましょう。骨じゃないんだ、あ、ごめん、それ勘違いした。骨じゃないの、親骨。え、これ親骨って、ここの部分です。ああ、親骨、ね、センスの棒にある。動かし方にも結構細かかったりする、面白いなと。なんかこう今までの練習であんまり自分が気にしてなかったところとかも結構指摘されてたり、あと無意識に手の指が離れちゃってたりするってことが無意識だったので、それに気づけてよかったと思いました。素晴らしいですね。どうですか？あ、素晴らしい。後ろでずっと聞きました。応援してます。頑張ってください。頑張ってます。いやー、すごいね。本当ね。
かね、見てて撮れさせてもらいました。こんなね、若い子たちが地元で、しかもやっぱりこの近く、大谷のすぐ近くなんです、うん、高校が、うんうんうん、の、ね、子たちがそういう募集の紙を見て、あ、こんな貴重な経験できないかもしれないとかねって言って応募してきてみたという3人、女の子がいらっしゃるということで、こちらで、こっち、はい、でね、改めてね、これ、ね、今日の練習をそうしている風景、ね、那須野原しかも今回その小田原神社120周年、ね、20年のお祝い記念ということで、うん、まあ、されるということなので、はい、じゃまだまだね、はい、取材が続きますから、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。